小形恒一は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、野球評論家、解説者。現在は東京ヤクルトスワローズの2軍、内野守備総竜コーチ。熊本県立熊本工業高等学校時代は1番、遊撃手を務め、3年時には、甲子園大会へ、春夏連続で出場。チームメイトに、エースの長野洋成、2番手投手の木村重太郎。 外野手の杉本拓也がいた。1986年のプロ野球ドラフト会議で、読売ジャイアンツから6位指名を受け入団。入団後スイッチヒッターに転向。入団2年目の1988年に2軍で、イースタンリーグの投類王を獲得。また、同リーグ大記録となる1試合6投類を記録している。なお、小形の応援歌がこの時までに作成されたが、 その応援歌は、初代リリーフマーチの歌詞を変更して流用した、ものであった。1989年に一、軍公式戦初出場を果たし、後の声優劇手となる、河井正宏とのポジション争いには、敗れるが、内外野を兼任して、出場機会を獲得。ランニング本塁打で一軍初本塁打を記録するなど、打席数は少ないながら、打率3割8輪。 十三盗塁の成績を残した。同年に対等した井上真司が高校の二年先輩であったため、熊高コンビとしてメディアに取り上げられ、とりわけ若い女性の人気を集めた。また、ジュニアオールスターゲームへ出場している。九百九十年には、腰痛で長期離脱した篠塚和則の穴を埋める活躍で、初の規定打席到達を果たすとともに三十三。 盗塁で野村健次郎と並び初のセントラルリーグ盗塁王を獲得したが日本シリーズで一塁に駆け込んだ際にアキレス腱を故障。この影響で1991年は出場機会を減らし盗塁数も激減した。1992年は終盤故障でまともに出場できない状況であったが監督の藤田元次はビジターの試合で2番で先発させ 一回の表に、打席を完了すると、回の裏から、他の選手を守備につかせて、打席数を稼ぎ、規定打席に到達させた。1993年には、怪我から復活し、24盗塁で、石井拓郎と並び二度目の盗塁王を獲得。日本プロ野球の盗塁王としては、セントラルパシフィックの二リーグ制開始以降、最も少ない記録だった。小形以降、 2011年の藤村大輔まで、巨人からは18年間盗塁王が誕生しなかった。また、巨人で複数回盗塁王を獲得したのは2019年シーズン終了時で、尾形が最後である。1994年は、守備、走塁のスペシャリストとして活躍し、後に、伝説の一戦と呼ばれた10.8にもグラッテンに、変わって、守備で途中出場した。 日本シリーズでは、ファインプレーを見せたほか、第5戦で勝利を決定づける、満塁本塁打を打ち、長島茂雄監督に、ミラクルボーイと言わしめた。右打席は、パンチ力があり、この日本シリーズを含めて18本の本塁打を打っているが、そのうち11本は、左投手相手での右打席である。その後、アキレス腱や腰痛など故障により満足なプレーが、できず、 1998年に30歳で現役を引退した。1999年により、東京放送とプロ野球解説者契約を結ぶ。主にマイクを持った、トール用のキャッチフレーズで TBS ラジオナイター中継のベンチリポーターを務めた。また、この頃には、専門誌、週刊ベースボールで連載している、イリーグのリポート記事、イースタンチェックも担当していた。 2002年に巨人2軍がイヤ備、総類コーチへ就任、鈴木直宏などに事故のノウハウを伝授した後、2003年に退団。2004年から2005年まで、再び TBS ラジオでベンチリポーターを務めた後、2006年に巨人2軍がイヤ備、総類コーチへ復帰した。2008年から1軍がイヤ備、総類コーチに就任。また、 同年2009ワールドベースボールクラシックの日本代表外野守備総類コーチに就任、翌年の本大会では一類ベースコーチとして大会連覇に貢献した。2010年10月24日に翌年の契約を更新しないことが発表され、巨人を退団。同年の日本シリーズから TBS ラジオのプロ野球中継解説者に復帰、以前とは異なり放送席での解説を、 担当することになった。2011年以降は、日韓スポーツの野球評論家も務める。また、日テレ G のイースタンリーグ巨人に、軍師管試合中継でも解説を担当。2012年からは、TBS ラジオに加え、テレビ東京、ネオスポーツ、さらに日テレ G では、巨人一軍戦中継の解説も担当。10月10日に、野球日本代表の外野守備、 総類コーチに就任したことが発表された。11月13日に背番号が73となったことが発表された。2018年から北海道日本ハムファイターズの一軍野手総合コーチに就任。攻撃時は三塁ベースコーチを担当する。2019年は一軍守備チーフ兼内野守備総類コーチ。攻撃時は一塁ベースコーチを担当。 2020年シーズンからは東京ヤクルトスワローズに軍外野守備総類コーチを務める。2021年シーズンからは同級団の二軍内野守備総類コーチを務める。愛称は熊本のプリンス、マイクを持ったトール用など。非常に誠実な人柄で知られ、巨人時代は先輩後輩を問わず多くの選手、関係者に慕われた。二度のトール用に輝き、 1989年、1994年と二度の日本一に大きく貢献した功労者でありながら他の選手に迷惑がかかるからという理由で引退試合を断っている。共に外野を守った松井秀樹とは信仰が深く94年の日本一パレードでも隣同士だった。引退後も交友関係は続き、松井がタンパベレーズに移籍した直後に独占インタビューを 許可された。巨人の外野守備総類コーチとして鈴木直弘を若手時代に指導。ありがとうございます。